最初はグーじゃんけん、おい、あー、最後取っちゃった。はい、やべえ。先行か、やべ。レジェンドワール。なるほど。おう。え、まんま強い。なるほどね。あ、これ、あ、うんうんうん。なるほど。チャージアンドドロー。強いぜ、こっち。強い宣言。強い宣言？うん。でも俺、あんま派手に動かない方がいいんじゃない？今は。ダメだし、うん、まあ、とりあえず導火線とか、はい、導火線2枚見て、てってれってれ、まあ、1枚見せる。はい、こっちは当ててね、はい、てるみですよ。シュッ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 、オッケー、ゲージ、いいんです、いいんです、いいんです。あ、ここを落とせばいいだけ。ちょっと待って、そうだな、これとこれな。埋まったカード覚えとかなきゃいけないから、うん、種類を早く落とすために。そう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 。で、コール。はい、ヨドル。あ、2点。受けた。エンド。ドロー。これやられると2ドロップ1チャージだから、まあ。チャージ&ドロー。割り足りなんですよ。うん、悪くない。キャメロット城。はい。まあ、1ターン目から7種類落ちるはないかなっていう。周りに。はい。まあ、キャメロット城効果。1ドロップ1チャージ。はい。で、まあ、効果。まあ、手札の英雄捨てて芸術。うわー、アルビドル捨てた。アルビドル捨てた。まあまあ、まず5枚見る。まあ結構不発するんですけどね。英雄の魔法とアイテムを見せて、見せてハンドが終わる。あ、ない、こいついるだ。まさかの新しいキャラが入ってる。まあ。あ、見えちゃった。あれね。あれ入れたんだ。そうそう、あれ。で、すいません。で、あ、ワンチャージワンドローしたっけ、アルビド。あ、しない。ワンチャージワンドロー強いね。で、で、で強いね。スクルドを押し出し、押し出しちゃう感じで2チャー、2ゲージ、ワンソー。いや、スクルドならいいよ。で、捨てちゃう。こいつの方がいいよね、事故が。手札1枚を捨てる。あ、それ捨てた。デッキの上から3枚見て仕組んでいける。まあこうかな。でそのデッキだいぶ強くなったと思わない？まあね、あれが入ってるからっていうのもあるけど、だいぶ安定したよ。もう 2-1 で回してた時とかカスだったからな。ユランダルバディ装備、はい、ライフは変わらずゲージ1、はいはい、よし。でもってアタックフェイツ。どうぞ。センター。そっから3点だ。あ、こいつ3点だぜ。まあいいや、センター。やられた、やられた。ドロップされた時、2ドロップして、1、2枚、はい。ワンチャージします。2種類入れます。やべえ、分かんなくなってきたぞ。はい。はい、3点、うん。3点。3点もらっちゃうのか？もらっちゃうか。はい。で、うん、いやー、今、打っておいてもいいんだけどなー。なんすか。あ、王の手？メイヤミとかエンド。やだな、王の手とかやだな。チャージアンドドロー。おう、なんかおかしいぞ。ハンドは？あ、これじゃない。これです。はい。早く2払って。デッキから。これ多分現状。こいつ持ってくるしかないぞ。あ、グレムに。で、コールしますと。はい、コール。で、3ドロップ。3ドロップ。おう。2種類。2種類増えた。で、ワンチャージ。で、ワンチャージ。ディザスターが入れないと、もうどこに何が埋まってるか分かんなくなった。まあね。4種類ね、とりあえず。まあ、とりあえず。ですね。で、で、6以下なんで、金のところをこう。金のところをこう。まあ、1枚で1回当てして。おぉ。モンスター。モンスターだったら、2枚引く。サイズ分引くんだっけ？サイズ分。だからサイズ1なんで1枚引くです。引いてって。あ、今弱えって思ったでしょ？ 1 枚弱って。うん。ね。ゴール。押し出し。はい。今年より増えたよ。はい。あと1枚。あと1種類。はい、ゴール。押し出し。はい。で、ライフ2払います。また払う。いやー、どっちが先なんだ？まあ、こっちから。魔王を呼んできます。で、このドロップされた効果使います。
はい、ニードロップランチャー。あ、でもこれドロップされたここが先かもしれないな、ね、まあ、ちょっと分かんない、まあ、序盤間違ったかも。お、7種類になったね。うん、 OK で、ワンチャージか。ワンチャージなったから、ワンショット勝ち込むと勝ちなんじゃないかな。どこ落としてもいい。はい、でもどこ落としてもいい。3チャー、3ゲージ払って、はい、ドロップしてゴールです。で、さらに固めて、うん、勝ったんじゃないこれ。ただ移動あんのか、うん、そこだ。アタック解除。アタックフェーズ。じゃあまず移動して、装備変更。で、キャメロット。なるほど。ワンドロップワン。そう、決まんねえかもな。はい。ライフ3になっちゃったし、諸事情で。これ、決まんないね。決まんないね。まあ、アタック時7点。7点。どうする、減殺する、まあ、減殺する。じゃあ5点になった。5点。もう減殺しなくても大丈夫だったかな。まあ、で、連携で7000。いい。エンド。よし。ドロー。ハンドアームよーしゃい、強い。いい設定だけどね。ドルー。本当だ。でもあの魔王スタンドするやつがあれば、あ、英雄タン使えない。今英雄が、あ、2枚あるから、うん、いけるけど、うん、そか、これも英雄だ。英雄の1、2、3。わ、終わった。5、6、7、8、今ボットロップのかけ、あれ、俺やりたい動きできてるけど負けてるね。やったぜ、効果消えた。で、効果消えたことによってね、これサイズオーバーになっちゃうんだよね。そう、これ忘れがち。そう、はい、やったぜでもって俺の今の手札やばいんだわね、一回見てもらっていいかな、これなんだわ。うるせえな、うるせえな。じゃあ装備変更、はい、ゲージ1、ライフ1。あ、キャメロット症効果、あと1枚だったなぁ。ワンドロップ、ワンチャージ。あと1枚だったなぁ。やりたい動きできてんだよ、こっち。まあ、ね、アタックフェイズ。はい、あ。連携。崩れたよと。2パン目、2点。受けたよと。王の手発動。やっぱり。でも、結果的にライフ1だったそっち。なかったー。やったー。だからこれが場に残るかさ、うん、あのこの攻撃も向こうだったら耐えれたんだよな。ただ次の、ね、さっきね、これ、うん、これ3枚あったんだよ。2枚から3枚から、まあそれはそれで強い。そう、それはそれで強いんだけど、ただライフが3だった。いやでもすげえ動き安定してきたよ、うん、ただあのオベロンが引けた時の嬉しさね、今。うん、一応ね、あの魔王スタンドするやつ今のところ1枚。今さっきのターンで欲しかった、すげえゲージもあったし、うん、7点飛ばして、まあ5点を取ったからダメージ与えたことになるでしょ、うん、でまた起きればね、さすがに決まったでしょ。あとこれはそっちに入れても平気で、魔王だから、魔王でサイズゼロだから。そう、これね、手札から捨てらないといけない。スクルドで捨てて出てくるとスクルドが4点になったりして、そう、打撃4で、まあまあ、ただ英雄じゃないからそこは要注意。そう、そこがね、まあ、ただ効果でできるよっていう、うん、あとはダメコンとかで捨てて、で出す、出すってこともできる。まあそうだね、二重の壁になったりもするから、うん、大丈夫。ただスパイク剥がれたら終わりだよね。そう、それは無理。他の方聞かない。さあ、俺先行取っちゃった系か。うん、あ、悪くない、先行取っちゃった系だわ。普通に悪くない。これはですね、まあまあまあ、チャージャンド道路を、はい、導火線だね。導火線、はい、2枚見て、シャシャー、はい、はい、今日や、はい、今日や。ちょっと待って、もうちょい外る。どっち、あ、外れ。ってことはこれ今日やと、これかテルミか。オッケー、あんまうまくねえな。これきついな。カンディアで外すって、すごさ。でもまあやるしかないじゃん、コール。あ、でも行った、受けた、変だ、行って塗る、ドロー。お、いいね、塗る、チャージャン、ドロー。ちょっと待って、テルミ、そっか、テルミはもうここにあるんだ、間違ったね。スクルドー、はい、ソリン、
で、じゃあ効果で捨てるカードは、捨てるカードはアルビド、あ、強い、3枚にアルビドで捨てるとか強い、これちょっと狂ってんな、まあいっか、これでワンドローして、まあアルビドの効果でワンチャージワンドローと、で、カルンウェナ、カルンウェナ、2回攻撃を持つ冒険、カルンウェナ、カルンウェナ、やっぱ2回攻撃って安定感あるよな、うん、打撃ゼロだけど、まあ永遠の数で1位です、まあ、今1点です、でもやっぱ2回攻撃だから結局今、英雄が3か、キャメロット城引かないとね、ちょっと厳しいね、ゲージ不足に悩まされてる、うん、英雄弾もないのか、いや、ただね、英雄弾あるからあるじゃん、うん、それ一発だったけどだいぶ楽だよ、さっきね、見た時にね、これ2枚あったんで、スクルトのやつね、序盤キャメロット城か、まあ英雄弾一発撃っとけば割と持つね、まあね、持つね、あの盾で2ゲージ払って減殺とか繰り返さないけど、ね、うん、3000か、アタックエイスセンター、うん、カスです、やられた、一回攻撃センター1点、1点受けた、3点、はは受けた、王の手発動、バディ装備、バカ野郎、プロマイゼロワンチャージ2点、トプシウィーン、クソがー、タインド全部落ちたって、ほんだ、今何種類、4か、チャージ&ドロー4枚、やば、導火線、はい、導火線、トゥピヒュイーン、ショフヒーン、ショフヒュイーン、これは当てやがれ、あさっきこっちやったらこっち、どう外れた、くそちょっと待て、ハンドが足りないぞこれじゃあ6以下なら使える、はい、ワンドロップ、あワンドロップ1枚貸す、まあ大体1枚なんだ、まあね、強矢が落ちると3枚引けるね、くそってるな、これまずいな、まずい、うん、これまずい、まずってるプリング、まずい、本気でまずい、それは嬉しいな、しょうがないけどこれ使うしかない、はい、カバラ、ライフに払うよね、うん、何持ってくれんの、これちょっと待って、やばいな、このターン死ぬかもしれないからな、死ぬのだけは避けたいね、死ぬのだけは避けるためにアレボを手札に加えて出すとかね、あそれでも、まあ、揃って、まあ、6種類だから1種類足んないんだ、そうだね、まあチャンスがあるかもしれないから強矢を手札に加えた、まあ、バディコールでまあどうせね、まあ、バディコールまずドロップバディギフトで3枚支払うので多分この辺から支払えばね、3ゲージいいんだよ、どうぞ、はい、お見事に、あこれダメ、かぶった、あかぶった、はい、5種類、5種類です、カスですね、カスってますね、はい、ゲージ1、はい、装備、あ、はい、間違った、まあ今6000種類か、うん、カスですねダメだこれ、じゃあ移動で、アタックフェーズ移動で、ドクシドクシクシオーセラガルド、わ強い、ワンチャージワンドロー、エンドスタンドドルー、俺死んだんじゃないかな、ただこいつの守備力今6000だよね、まあ、この1万崩した上で6000以上の攻撃力で続かないといけない、まあね、まあまあ難しいんじゃないですか、じゃあじゃんドロー、まあ、ただ足りるよな、これね、多分ここのちゃんとゲージの支払ったの覚えてやんないといけないんです、オベロン、でも導火線が2回とも外れはきついよマジで、2、3、4、5、7、ぴったりやった、はいはい、あ効果消えた、効果消えた、なんかただこの6000は大丈夫だ、そう6000だけはね残ってるんだよね、で連携で崩して次起きて2点、現状2点までしか見えてない、ただ王の手ありそうなんで、まあアタックいきますか、あでもこれがやられるとですね、ああダメだ種類あるわ落ちてるから変わらないんで、連携やられた、2回攻撃2点、2点は通るよ、王の手ない、え王の手はない。ないでしょ。ないでしょ。ファイナルフェイズ。あ、マジで。
それファイナルフェーズじゃなくても使えるぜ、太鼓で。普通に使えるの最高なの。だから持っといた方がいいんじゃない、これ持っといた方がいい。太鼓で使えるやつです、最高なの。いいね、歩かないな。手の内バラしちゃった、うん、これ自分破壊したから、ね、エンド、ドロチャージ&ドロー、残りライフ 1かすってるね、うん、はいはいはい、はい、導火線、導火線で、はい、じゃあこれ見せますよ、金の宝箱、はい、これ絶対金の宝箱欲しいんだけど、はい、落ち、よし、ハンドちょっとしくったな、しくったな、1枚、1枚だろ、1枚、ああもうかすってるわ、しかもカバラ出しても出せないっていう、うん、使えないっていう、うん、まあ効果使えないんで、うん、テルミでアタックフェイズ、うーん、まあ連携すればな、うん、6000のぴったり、9000でアタック、じゃあそこで使おうかな。ああなるほど、どうせならってことか。どうせなら、なるほど。ただこれ王権効果で守られると思いきや、そうこれ相手のやつしかできないからこれも破壊される。あんまりシナジーしてないっていうぜ。はい、じゃあそうモンスターと、あ全然種類増えてねえな、なんかさっきから噛み合ってねえな。モンスターとあれが全部破壊する。はい、エンドでーす。ドロー、1点つつけ勝ちだよ。うん、エタラド、やべ、こんな6000トン、チコルツか、多分ドロップに落とす効果も使ってないから6000トンないと厳しい。ドロー、オッケー、オッケー、オッケー、終わった、ほら終わったかな。6000以上落ち着いたら勝ち。それ5000だけっすよ。あ、ほら、はい、なるほど、連携ないって。俺がね、あれシャルサーナだったのね。ああ、まあね、まあ防ぎるね。ただ俺これあったから、うん、まあできたよね。なんかやっぱ導火線の不発は辛いねっていう。うん。最初グー、ちょっとはい。エクスカリバーまで行くかどうかってとこだね。はい。エクスカリバー安定しないんだよ。あれ確かさ、種類が10種類ぐらいでできるんだっけ。あと聖杯捨てて装備なんだよね。ああ。さらに、なんか。防御札を守備札指定まであるんだよ。そう、守備札捨てないと装備できないんだよね。それでゲージさんなんだ、ね、うん、だったら別に斧って繰り返してつついてった方がいい。まあ、そっちの方が、うん、まあ、単体3点2回攻撃なんですね、クスカリバーは。まあ、安定しない。パワー1万だし。安定したい、しないという俺の認識ね。うん。チャージ&ドロー。ハンドが強い。まあ、現状ですね。こう、こうなんですね。はい、グレムリン。これやっぱ強い。出てきた時、3枚。ドロップし、お、2種類でワンチャージ、ワンチャージ、まあこれ悪くないね、悪くない、悪くないスタートなんで、なんでこれテルミ置いとくのかな。いやテルミいるもんな、いるやつをもう落としたやつ出すのって微妙だよね。うん、だからそういう意味ではまだ強矢が出てから置く方がまだいいかもしれない。じゃあ2点受けた、エンド、どんどん、お、強い、バリ強、やっぱさ、これこれ邪魔なんですけど、書店来ると邪魔なんですけど、これ何が来たのか、だから結構視聴者からも勧められてるカードを入れたけど、ピン積みでも邪魔っていう、スケールだ、使えるタイミングが限定されすぎてた。ワンソウルでキャメロット症効果、ワンドロップワンチャージ、なんか強そうな動き。ただ捨てたカードがしょぼかったね。まだ捨ててない。あ、まだ捨ててない。今キャメロット症効果、今コールしただけ、コールしただけ、すいません。で、まあ効果で捨てて、お、またアルビドル積み込んでねえかっていう、何にも積み込んでねえよ俺、うん、まあよく引く、4投してる、ああこうかな、こうかな、で引く、でアルビドル効果、ワンチャージワンドロー、いらないカードを2枚目に仕込んでおかないとね。そうそう、しかもちょうど欲しいカードがねあった。うまくねえな、グレムリー、ここ落ちても種類増えねえな。うん、うん、今はこれ出せねえな。アタックフェイズ。イエス。アイテムを引かなかったさ、センター。ダニのコール。なぜ撃ったのか。いや、撃つよ。アシュレを貯めるために。残したよ。何だろう。だってこれドロップしてコールとかあるかな。ああ。ドロ。ああ、強矢かね。うん、あるからね。ドロップして3ゲージとか。そういうのあるかな。
うわぁ、ちょっと悩ましいな、さっきからハンドがおかしいな。4000か、まあ一応足んないね。チャージアンドドロー、おう、あ、導火線。はい、まあ、ハンド欲しいよねっていう。はい、はい、ワニノコール、ワニノコールを当ててください。よし、ちょくさぁ、まあ、まずいぞ。とりあえずあいつ倒さなきゃ。た、足んないよ、足んないよ。デジチャー払って。はい。はい、4種類目。はい。こいつはまあ単体攻撃は無効にできない。モンスターにアタックするときに、はい。はい。で、霊撃持ってるぜ。トキシトキシ、じゃあ霊撃1点。受けた。よし、もう7点ワンパン圏内だぞ、このデッキで言う。とか言いながら、連携崩す。聖杯。うわ、なぁ、もうられたエンド。またハンド調整入るの辛いんだけど。ドローね、これハンドコントロールできるね。チャージアンドロー、ダメコン、貢献打てるみたいな感じ。じゃあスクルド効果、はい、指定で、うん、うわぁ、カオスブレードジョーカー落ちた。おお、強い強いけどな、どうしよう、うん、こうだな。で、一枚引く。こいつが出てくるぞ。で、出てくる。ここ、ここだね。うん、まあ、まあ、ここだね。で、打撃はどっち、まあ、どっち上げる。これ、自身も選べるね。君の場のモンスター、はい。君の場のモンスターだから、まあ、打撃上昇が入りました。作ると、打撃プラス1。これ、英雄じゃないんだけど、やっぱ捨てる機会が多いから、ちょっと入れてみました。うん、まあいいよね。まあ、うん、ピンズやけど、うん、もうちょい捨てるコストも、カードがあるとさらに安定するんだけど、キャメロット上効果、ワンドロップ、ワンチャージ、ワルキューレめっちゃ落ちてるね。それってハンドに欲しいカードだね、どっちかって言って、うん、オベロンが落ちてこれがハンドにあるっていうのがいいんだけど、うん、理想だね、うん、アタックフェイズ、イエス、ここは、うん、あ、まあいいっすよ、はい、2回こうセンター、じゃあ、あ、意味ないのか、これは意味ないあれじゃないか、うん、ファイター、それは2点なんだっけ。2点、2点は OK、 はい、あれがあんのか、半分、うん、これ4になってんだっけ。うん、あれがあるから、じゃあ横で、横で、うん、あえて、まあいいかな、はい、タイント5種類か、ドロー、あと2種類来たら死ぬな。チャージアンドドロー、よし、あー、使えねえ、よし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 、腐ってるライフハッチで金の宝箱を使うし、でもこいつの方が危ないな。5000か、アタック時ライフ取った方がいいのかな。この場合ライフ押し切られる可能性あるもんな。アタック時ライフをプラスしてアタック対象ここですね。ここ正解、あー、すがれた、変だ、スタンドドロー、なんで、チャージアンドドロー、なんで俺こんなハンドがジルジルなんだ。じゃあスクルド効果捨てるスクルド効果使い続けられてるとか終わってるな。あー、どうしようこれ、迷うね。終わってるな、この流れ。なんか俺引かねえんだよ、あのワンドローで、でアルビドル効果、ワンチャージ、ワンドロー、めっちゃゲージあんな。やっぱ導火線外すと辛いな、このデッキ。そうだね、ハンドが持たないんですけど。なもんかよな。まあでも10点削れないよねと思いたいけどね。アタックフェイズ、はい、センター、はい、2回攻撃1点、あ、2点だね、あ、1点か、英雄が、英雄じゃないんだそれ、2点、はい、3点、いけた、エンドだろ、これはもうこれにかけるしかない。チャージ&ドロー、導火線頼むよ、何が来たか、はい、これ当ててね、テルミ当ててね、はい、こっちくそー、ドロー、金だから、ボス1枚ドロー、まあ、敵1枚だね、ほら、ゴール、はい、3ゲージ払って、分かった、ドロップ、バディゴール、バディゴール、
ちょっと待って、これテルミって落ちてるか。落ちてる。あ、種類増えてね。うん、くそ。ただこいつが落ちた時の効果。ただ落ちた時、2ドロップ。2ドロップ。あ、落ちた。落ちた。2ドロップ。ワンチャージ。ワンチャージ。よし。で、今7種類になったよ。うん。1、2、3、3。あ、こいつが種類。うん。7種類。3、4。あ、これは7点飛ばして勝ち。あ、ダメ、困る。くそがー。じゃあアタック開始。アタックフェーズ、はい、入りますよ。いいですか。アタックします。いい、ここにアタック。アタック時の効果で7点が。あ、ちょっと待って、移動する？うん、移動はしないよ。しないんだな、やっぱね。聖杯持ってるのかな。ここ攻撃で7点ダメージって言うけど、で、まあダメ込んで、うん、捨てて、うん、こうすればいいんだよ。あ、そっか、なるほど。 で5点だけ、5点だけ効果があって、うん、多分ね、同じタイミングに2回対抗が怪しいから、アタックフェーズ入りましたで、ダメコンしておいて、アタック時にウスラガルドの方がいいかもしれない。ただ俺ハンドない。はい、よし、はい、来たんじゃない。ドロー、じゃじゃん、ドロー。英雄の時代が来たー。スンペルガルド、わ、強っ。2ドロー。まあ、俺もちょっと導火線外してる割にはでも頑張ったよ。頑張ったよ、うん、普通に頑張った。うーん、どうしようかな。諦めちゃったんだけど、ダンジョン安定したドローソースがないのか。あー、これどうしようかな、悩むね。でさ、1万突破できないとか。おべる、いや余裕じゃないか。ハンドないっつうの。で、マキメント職かワンドロップワンチャン。余裕じゃねえか。余裕じゃねえか。いや、考える必要ないですよ。まあ、つついて、アタックっすね。つついて、つついて終わりですよ。アタックっすね、連携1万。ぴったりですか。ぴったりです。やられたっす。はい、2回攻撃。1点。受けたよ。2点。受けたよ。2回攻撃。受けたよ。死んだよ。やったぜ。チャンネル登録、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。あなたが強い。